有吉のそれわかる、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。お願いしますよ皆さん。ラジオネームガリデブ。スキューバダイビングのガスボンベの中身を、うん、米倉涼子のおならでいっぱいにして海に飛び込んでそのまま海の藻くずとなりたい。おならすいたいあんまないな。もうちょっと形あるものの方がいいかも。形あるもの。形あるもの。なるほど。ガリデブ。人の手首ほどあるぶっとい竹を、満島ひかりちゃんに、根性、根性、ど根性、と歌われながら、ケツの穴に思いっきりねじ込まれた。鳥の丸焼きじゃないんだから。なるほどね。ラジオの、酢飯ハザード。木村沙織ちゃんに僕が、もうやめてくださいと言うまで、ポコチンを何度も何度もスパイクしてもらい、ポコチンクイックを習得してもらいたい。頑張れ火の鳥ジャパン。木村沙織ちゃん。木村沙織ちゃんはあれなんだ、巨乳だおなじみなんですよ。そうですね。スタイルもすごいいいですね。いいですね。顔もちっちゃくてね。いや、お前子供が好きなんだろう、子供？幼女が好きなんじゃない？いや、幼女がじゃないです。もう完全にもうサイコパスじゃないですか。幼女が好きだって言い出したら。幼女じゃないです。まあ、若めの人、二十歳前後の人。やばいって。結構だな、それ。よく言ったな、おい。二十歳前後。ブラザーフッド・オブ・スティール。オリンピック柔道決勝戦。俺はあえてチンコにテーピングを巻いていく。対戦相手の水野美紀は、フェアプレー精神にとらわれて、負傷している、と思いチンコを狙ってこない。対戦しかし相手側のコーチ篠原慎一は、おい遠慮せんとチンポ狙ってけと声を荒げる。それを聞いて無慈悲なモンスターと化した水野美紀にしつこくチンコを責められたい。わかる。これいいじゃない。出ましたよ、山下康弘とラシュアンのね、一戦のような。う、ね、これ上げておきましょう。ラジオのレインメーカー。簡単な作業ですらミスを続けてやってしまった僕、上司の大塚ねねさんに、ちょっとあなたこんなこともできないわけ、使えないわねと罵倒をされてしまう。落ち込んだ僕は気分を変えようと紙コップの自販機でコーヒーを買おうと小銭を入れようとした瞬間に、液体の入った兼尿カップを大塚ねねに渡され、好きにすればと言われたので何をしたい。ストレート。わからないでもないけどな。わかる。全力で来た、全力で来た。それはわかるっていう勇気ね。はい。なかなか。そうですね、なかなか上げとこう。パン。ラジオネームおちんちんコミュニケーション。なんだろう。漢字屋しほりちゃんに、漢字屋って漢字で書けると聞かれ、書けないけど なんかエロい名字だったよね、と答えると激怒したしほりちゃんが、俺のアナルに油性ペンをぶち込んで、書き方教えてやるよと言い、直腸に漢字屋と殴り書きされ、3文字の名字に憧れたい。気持ちが入ってる。ラジオネームアナル定食。風邪をひいたので病院に行き、待合室の椅子に座ると、隣に座っていたのが沢尻エリカ。40分ほど待った頃、イライラしてきた沢尻エリカが貧乏ゆすりをし始める。その貧乏ゆすりの振動が俺の足に伝わり、さらにその振動は俺の股間に伝わる。その振動で徐々に勃起をし、周囲にバレないように行きたい。まあね、もうちょっとだな。もうちょっとだ、俺も勃起するところは。読みながらすごいですね、これ勃起させるね、文章って。ラジオネームコンジローム小林。
マジ味方。ラジオネーム自由だな本当に。ラジオネームコンジュローム小林。梅雨は玉袋が蒸れるということで扇風機で玉袋を乾燥させていると、なんだ風に乗ってくせえ匂いがすって、こりゃ蒸れた玉袋の匂いだと外から声が聞こえ、やばいと思い急いで玉袋をしまおうとするとドアをバーンと開けられる。すると秋竹城さんがニヤニヤしながらこっちを見ている。おめえ玉袋がもんなすげえくせえな、ちょっと嗅がせてみろと言われ、玉袋をクンクンされたい。このコーナーでノーネネナちゃんだか秋竹城だかギリまでわかんないから。そうですね、体に毒だよこれ。ラジオネーム、アナル定食。ある日草むらに落ちているデスノートを発見し家に持ち帰る俺。死因を書けばさらに6分40秒、詳しい死の状況を記載する時間が与えられるという部分に目をつけた俺は、自分の名前を書いた後心臓麻痺と書き、与えられた6分40秒で北川景子ちゃんに手こきしてもらって、綾瀬はるかちゃんにパイズリしてもらってと妄想を膨らませてる間に6分40秒が過ぎてしまい、普通に心臓麻痺で死にたい。死にたいは違うだろうな。生きたいな、わかる。そう、ラジオネームお昼寝マン。弓道を練習している山本もなさんのために、お尻に的の模様を描き、アナルをかっ広げ、弓道は己との戦いだ、集中して狙いを定めるんだなどと語っていると、山本もなさんはうんこを見るような目で僕を睨みつけてきて弓を引き、アナルに綺麗に命中させ、思わずロビンフットと叫びながら射精したい。なるほどね。もうちょっとね、わからないな。どうしようかな。ラジオネーム20センチ少年。チンコの栽培に成功した俺は北海道の田舎でチンコの畑を始める、すると0円食堂の企画で訪れた TOKIO 城島茂が、すいません、こちらで商品にならないものってありますかと尋ねてきたため、廃棄予定だった包茎チンコを心よく差し出す。こんなにたくさんいいんですか、ありがとうございますと城島は礼を言い立ち去る。その晩 TOKIO メンバーたちによって俺が作ったチンコを美味しいポトフにしてほしい。わかる、わかるからね。夜嫌いの夜行性。奄美、今のあげとくね。はい。パン。夜嫌いの夜行性。奄美ゆうきさんに、はい、ちゃっちゃとパンツ脱ぐ、皮むくとせかされた後、ほら、じゃあチンコ食堂じじゃあチンコ消毒するよと言われ、チンコに粗塩をぶつけるように雑に何度も投げられ、興奮のあまりそのまま射精。それと同時に体も溶けてこの世から跡形もなく消え去る。なめくじだね。以上です。